今日、三重県松阪市と新工場の立地協定を結んだのは、大阪市に本社を置く県営製薬です。この協定では、去年12月から一部操業を始めている松阪第6工場について県営製薬側は松阪市周辺の雇用拡大に努め、市側は工場の操業を支援することなどを取り決めています。この工場をめぐっては三菱重工業が。 小型ジェット旅客機スペースジェットの尾翼の生産拠点とする計画でしたが事業の凍結によりおととし12月に県営製薬へ売却していました松阪市の竹上市長はスペースジェットの開発中止についてそれほど影響はないとした上で市内の雇用を守ることを優先していきたいとしています